どうも、泉圭介です。今日は今更聞けない USPC の成り立ちについてですね、話をしていきたいなと思います。皆さんお持ちのバイシクル、これを作っている US プレイングカード社ですね。この会社がどういった流れでトランプ事業に参入したのか、そういったですね、100年以上の前の話をですね、今日はしていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、これね、実はコメントいただいたんですよ。デックの製造工場のそれぞれの特徴と歴史について聞いてみたいですといただきました。ありがとうございます。もうほんとね、コメント、もう動画のネタにするんで、皆さんください。本当に助かってます。お願いします。ということでね、このコメントなんですけど、このコメント自体がですね、ちょっと回答が難しくて、どういうことかっていうと、近代のマジック関係で使うトランプのメーカーっていうのは、アメリカの USPC、台湾の TWPCC、であとはベルギーのカルタムンディ。この3社なんですけど、じゃあこの3社が具体的にどういったレシピを持ってやっているのかっていうのは、まあ早い話分かんないわけですよ。それはもう社外秘なわけであって、もう門外不出なわけですよね。だから工場ベースでどういった違いがあるのかみたいな話っていうのは、まず僕は知らないし、で、仮に知ってたとしても、その話をここですることはできないので、工場ベースではちょっと話することができないです。だから何の話ができるかっていうと、製品ベースですね。つまり、USPC の作られた、その実際のデックを持って、カルタムンディと比較するとか、そういった製品ベースでの比較の話なら、ワンチャンできるんじゃないかなと思うんです。まあ、それしかできないよねっていう感じではありますので、そのいただいたコメントに関してはですね、それぞれの工場がうんぬんかんぬんはちょっとわかんない。ただですね、2009年だったかな、カルタムンディがその中の工場の映像をね、映していたり、あと結構古いんですけれども、USPC もね、その工場見学みたいな話があったりとか、あと2019年もね、52プラスジョーカーが確か USPC の工場見学ツアーとかやっているはずですので、完全にこの、なんていうか、秘密っていうわけではないんでしょうけれども、でもやっぱわかんないですね。なので今の工場それぞれみたいな話はできないんですけれども、USPC がどういう経緯で作られたかみたいな話はね、できますので、今日はね、その話をしていきたいなと思います。で、実はですね、このホッチマンっていう、このホッチマンエンサイクロペディアアメリカンプレインカードっていう中にですね、かなり書いておりますので、もうこれ見たらね、もう大体わかりますんで、興味ある方はね、本気の方はね、これで勉強したらいいんじゃないでしょうか。僕の本にはですね、あんまりその USPC の成り立ちについては書いておりませんので、よろしくお願いいたします。今日はね、このカンペ片手にね、話していきたいなと思います。間違っちゃいけないからね、よろしくお願いいたします。まず、こちらですね、1867年の1月、4人の登場人物が出てきます。まず1人目がラッセル、2人目がモーガン、3人目がアームストロング、4人目がロビンソン。この4人がですね、シンシナティ・エンクワイアラーから、場所をね、もらうことになります。実際これがね、購入したのか、ただいただいたのか、ちょっとそれはね、詳しくはわからないんですけれども、そういうのがありまして、で、このシンシナティ・エンクワイアラーっていうのも、僕もね、これも詳しくはないんですけれども、おそらくこれは新聞社ですね。で、その新聞社が持っている、シンシナティのですね、カレッジストリートの20番地っていうところの印刷部屋の1階と2階を、この4人にね、渡したそうです。で、この印刷部屋からラッセル・モーガン&カンパニーというのが始まるわけです。つまりですね、もともとラッセル・モーガンというのは、印刷会社だったんですね。当時はですね、サーカスとかいろいろありまして、そのサーカスのポスターをフルカラーで刷ったりとか、あとカレンダーとかですね、そういったものを作っておりました。バイシクルのコレクターとかもですね、結構そのラッセル・モーガン時代のポスターの収集とかされる方もいてですね、そのあたりっていうのはたくさんコレクションが残っていたりはします。そして1880年の初頭にですね、ラッセルがですね、その3人にある提案をします。それが、なんか最近トランプビジネスがすごくいいらしいぞっていう、なんかね、そういう提案したらしいんですよ。でもこれどういうことかっていうと、当時トランプはですね、今までも本当にトランプっていうのは大きい産業だったんですけれども、特に当時アメリカではトランプはすごくマーケットが大きくて、で、その当時めちゃくちゃ大きかったのが、一つがニューヨークコンソリデート。で、これが B を作った会社ですね。で、もう一つがアンドリュー・ドハティ。で、これがタリフォーを作った会社になります。この二大巨頭がですね、カーンとアメリカにありまして、で、どれぐらいそれが大きかったかっていうとですね、そのアンドリュー・ドハティは、息子のウィリアム・ドハティと一緒にですね、リンカーン大統領と会って、で、リンカーンはですね、そのウィリアムの頭を撫でながら、君も将来はお父さんみたいに大きい仕事するんだよって、なんかね、言われたそうなんですよ。それほどですね、トランプメーカーというのは、社会的に認められた非常に大きいものだったんですね。それでですね、この1880年の初頭にそういう話をしたわけですよ。で、そこから1年後、1881年の6月28日、ようやくですね、1個、じゃじゃーんって完成しました。で、ここからどんどんですね、トランプビジネスというのをですね、始めていくわけなんですけれども、この時がですね、デックが1日1600個作れて、で、従業員の数が20人。だからさ、そのアンドリュー・ドハティがすごいね、リンカーン大統領と会ったみたいな、その超でかいスケールのね、社会的に認められた、すごくトランプビジネスはでかいみたいな話しておきながらさ、1日1600しか作れないんですよ。だから当時本当にね、ラッセル・モーガンっていうのはちっちゃい会社で、まあ従業員20人いるっていうのは大きいんですけれども、まあでも1日1600個って言ったらやっぱり大したことない数字ではありますので、本当に最初はちっちゃかったんですね。で、そこから徐々にやっていきまして、で、いろんなブランドを開発して、で、その後にできたのがバイシクルですね。で、どんどん大きい会社になっていきました。ラッセル・モーガンは何度かですね、社名が変わっております。まずですね、ラッセル・モーガン&カンパニーだったんですけれども、1885年に、これがですね、ラッセル&モーガンに変わっております。ちょっとしたマイナーチェンジなんだけれども、変わってまして、で、その次にですね、1891年、US プリンティングカンパニーっていう名前になります。もうこの時点ではね、全然バイシクルも作ってますし、いっぱいトランプ出していたんですけれども、それでもまだね、名前はプリンティングカンパニーだったんですよね。つまり印刷会社だったわけです。ちなみにバイシクルにね、US、プリンティングカンパニーで名前が載っているバイシクル、これすごく価値あります。僕ね、現物はまだ見たことないんで、これね、購入したいんだけどね、でも多分購入することはできないだろうな。めちゃくちゃ高いはず。そして1894年、ついにですね、US プレイングカードカンパニーというですね、まあ今の名前ですね、今の名前に変更になります。まあだからそういうでも130年以上、続いている会社なんですけれども、まあこういったね、歴史的経緯があったわけです。まあこれでなんとなくね、この USPC という会社については分かったと思うんですけれども、一個ね、ちょっと面白いね、話がありまして、1881年の6月28日に一番最初にトランプを作ったって言ったじゃないですか、試作品。で、これをですね、ラッセルにですね、モーガンがですね、これ検品をお願いするんですよ。で、その時の逸話が1個あって、検品をお願いしてこう渡した時に、これ1個作るのにね、35,000ドルかかったんだって笑いながら渡したっていう話があるんですよ。で、このね、35,000ドル、果たして、今だったらいくらでしょう。これですね、ちょっと調べました。まずですね、当時1ドルが、まあ、円換算するといくらなのか、そのレートをですね、調べる必要があります。で、このレートに関しては、日本銀行百年史資料編というものに載ってまして、1881年、1ドルはですね、当時 1.113 円でした。まあ、なのでこれでね、レートはわかるんですけれども、だから次問題は円の価値ですよ。この1881年、当時の1円は、今の1円の大体どれぐらいの割合なのかっていうね、これを調べる必要があるんですが、これね、明治の後期はね、計算方法があったりするんですけれども、明治のね、初期の頃っていうのは、なかなかね、難しくて、まあ、どういうことかっていうと、貨幣価値が本当に変動しまくるであったり、まあ、それこそ円が導入されて間もなかったり、日銀ができて間もなかったりとかね、まあ、いろんな状況がね、ありましたので、ちょっとね、一概には言えないそうです。よく言われているのが、明治の初期頃っていうのは、1円、だいたい2万円です。だいたいね。でもこのだいたいっていう前提で、計算すると、35,000ドル。これですね、1個作るのに、いくらかかったかというと、7億7,910万円です。ちょっととんでもなくない？これ1個作るのに、約8億かかってるんですよ。だから、設備投資に8億かかったってことだね。今の考えで言うと。8億の設備投資ってどうなんだろう？これは、僕は高いのか安いのかもちょっとね、金額が大きすぎてよくわからないんですけれども、意外と安かったりするのかな。まあ、このね、計算方法が合っているかどうかっていうのは置いといて、まあ、いずれにせよかなりのね、金額がかかっております。ちなみに、ギネス記録に載っている世界で一番高価なトランプの売買の記録っていうのも、これも一応ありまして、これね、クロイスターズっていうトランプになります。古い1400年頃のものになりまして、1983年にメトロポリタンミュージアムがサザビーズで落札しました。その落札金額が143,352ドル。で、当時1ドル237円ですので、まあこれざっくり計算すると3400万円。まあ一応これギネス記録なんですね。トランプ1個3400万円の購入が世界一なんですが、ラッセル・モーガンが作ったネックっていうのはですね、約8億かかったんですよっていう。まあちょっとね、なんかトリビアじゃないですけれども、なんかの話にね、皆さんよかったら使ってください。ということでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。なんかね、これ知っておきたいシリーズみたいな、なんていうか、今更聞けないシリーズね、コメントで募集しておりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。イエイ。